ターを使った演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かって3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個ごとに種類を変えます。回路を追加する場合は、右にレッドストーンを10個置き、右端からも3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、0クリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がないところは別のブロックを置きます。音ブロックは数字の量だけクリックします。色は音ブロックの地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは金ブロック、暗いピンクは氷塊ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑は粘土ブロックです。楽器が少ない場合は、白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックで代用します。最後にボタンを押すと演奏が始まります。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってください。せーの、えい。さあ始まりました、飯倉のお時間でございます。このコーナーでは漫画に出てくる食べ物、通称漫画飯を一つの巨大なお皿の上に再現し、ワンプレートランチを作るという企画でございます。前回は鼻水を垂れ流しながらオレオを作ったところでございますね。このブツブツ感がたまらない一品でございました。さて本日はアニメでいきます。簡単なヒントを出しますので当ててみてください。昔々あるところにおじさんがおったそうな。おじさんは偉い人になるため大空からバンジージャンプをしたそうな。めでたしめでたし。正解は越後聖火じゃなかった、天空の城ラピュタ。そして本日のメニューは、全力トランペット少年が洞窟の暗闇の中でか弱い少女とトロトロの柔らかいものをむさぼり合うシーンで登場した目玉焼きトーストになります。おいバキじゃねえのかよというツッコミはさておき、早速作っていきましょう。今回は目玉焼きのトーストになりますので、まず食パンですね。耳は少しほんのり焦げた感じですね。これを作ります。で、柔らかいパンの部分は、そうですね、砂岩この辺ですね。パンの耳があって、徐々にグラデーションが変わり、パンの柔らかい部分ですね、この砂岩を、これでパンを作ろうと思います。で、目玉焼きですね、白身、それから黄色身ですね。少し半熟さが出て、中心部にオレンジがかかった
た感じですね。オレンジ、ウールだと色が強いので、淡い感じでいくとコンクリートパウダーですね。この辺の色合いが、ちょうどいいかもしれないですね。はい、これで作っていきたいと思います。こんな感じですね。食パンが、できました。ちょっといびつさを残しております。この上に、目玉焼きですね。動画の中では、半分に切ったような感じ、半分に切ってないかな、ちょっと覚えてないですけども、目玉焼きが半熟さが乗っていたはずなので、またその切った半熟の卵から、黄身がとろっと出てるような感じを、ちょっと作りたいので、ちょっとアニメの方は覚えてないですけども、半分に切った、半熟卵を作っていきます。こんな感じですね。なかなかいい感じの、いい感じじゃないですか、これ。この黄身の溶けてじわっとこう広がる感じの、これなかなかいい感じですね。美味しそうですね、これ。やばいですね、お腹がペッコリーナですね。わ、これはやばい。こっちはあんまり大したことないですけど、この断面やばいですね、これ。この黄身、この中央、自画自賛ですけど、ここやばいな。はい。ということで、半熟トースト、目玉焼きですね、ラピュタトーストの完成でございます。マインクラフトでオトブロックが作れると自慢できます。ぜひ作ってみてください。リクエストしたい方は動画の概要欄のルールを確認しましょう。本日の担当はレバ刺しでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。